はい、じゃあね、この細かいところが完成したので、あとはこの周りのね、この辺を仕上げていきます。で、こう使うのがこのアルミ板、100均のシールになってるやつなんですけど、これを使って仕上げていきます。はい、じゃあ次はですね、このプラスチックアングル、これを使ってこんな感じで枠をね、作っていきます。はい、じゃあピンの方ね、全部打ち終わったので、あとはちょっと全体的にエイジングをしていきます。アイアンの部分はサビを入れて、このウッドの部分もね、エイジングをしていきます。
ウッドの部分に、ニスですね、ツヤ消しのニスを塗っていきます。あとこの部分ですね、この辺、まあ塗装したらもう指で触っても切れたりはしないんですけど、ちょっとまだ尖ってて危ないので、ニスをねちょっとコーティングして、ちょっと丸みを持たせようかなと思います。はい、じゃあね、最後に後ろここ開いてるんですけど、ここを開け閉めがねできるように扉をねこんな感じでつけていきます。はい、じゃあ扉がついたので最後にこのペットボトル加湿器、これを置いていきます。それでちょっと分かりやすくするためにちょっと外しちゃいます。最初にここに穴を開けたんですけど、ここにちょうど、こんな感じで入ります。で2つよいしょ、はい、これをね、すぐ取り外しをできるようにしたのは、ここにあの水蒸気がねここから通るので、ここをすぐ洗えるように、ここはね固定しないですぐこうやってはめ込めるようにしてあります。この USB なんで USB を通して、はい、これで完成になります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。